ラップで世界をプラスの方向に、チャンネルラップラス、ラッパーのガク MC です。ラップラス、ラップラス、目的はラップで世界をプラスの方に。この度、このチャンネルがリニューアルいたしました。改めまして、この番組、このチャンネルの趣旨を、僕ラッパーガク MC のオフィシャルチャンネル、ラップラスとは造語、ラッププラス、それが一つになってラップラス、ラップで世界をプラスの方向に少しでもしたい、そんな思いからこの言葉を思いつきました。ちょっと疲れてる人ね、言いますよね、そういう人の、踏み出せない一歩、背中をふっと押せる、そんなラップミュージックをたくさん作っていきたいと思っております。ということで、今日第1回目、改めまして、自己紹介、プロフィールですかね。はい、ラップと出会ったのはですね、高校生の頃です。それまで、小学校、中学校、高校、サッカー部に属しておりました。サッカーでこのまま大人になって、まあ、できたらプロになるのかな、プロになりたいな、サッカー選手になりたいな、まあ、その時は J リーグなかったですけれども、サッカー選手になりたいなみたいな気持ちでやっておりましたが、やっぱりそこは難しい話でしたね。高校1年の時にサッカー部レギュラーが取れなくて、挫折、退部するわけなんですけれども、胸の中にぽっかり穴が開きまして、この穴を埋めてくれたのがラップミュージック、ヒップホップでありました。ね、そのサッカー部の友達とも部活を辞めて会いづらくなって、毎日下を向いてポケットに手を突っ込んで歩いてたわけですけれども、その時にラップを聴きながら学校行ったり来たりで、気がつくとそのラップミュージックに励まされて、なんかこうしみったれた生活から抜け出すことができた。たくさん当時のアーティストの曲をカセットテープ、当時カセットテープでしたから、そのカセットをみんなに配って、こんないい音楽あるんだよ、これ聴いてたら元気になるぜ、どんどんのめり込んでいくんですけれども、やっぱりその海外のアーティストの曲を配るだけじゃなくて、これ自分で作ったラップがあったらもっと友達喜んでくれるんじゃないか、そんな思いの中から創作活動を始めました。これが僕の原点。大学生になって、学生時代の友人とイーストエンドというグループを組みます。92年に CD デビュー、2年後友人だった市井ゆりさんと一緒にイーストエンドプラスユリを結成しまして、ダイムという曲を出します。30代後半の人は、それ以上の方は知ってくださってると思うんですけれども、まあ、その曲でさまざまな賞をいただき、ミリオンセラーを記録し、紅白歌合戦にも出させていただき、まあ、海外ツアーまでできることとなる、まあ僕にとってはすごく貴重な体験でした。99年に学 MC としてソロデビュー、生バンド、生演奏の上でラップをするというスタイルを始めました。まあ、当時ね、あんまりこういうスタイルでラップをする人いなかったので、どん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 僕もそのスタイル好きになっていきまして、2006年には自分でもギター弾くようになりまして、そこからはギター弾きながらラップをするというスタイルになっております。ソロになってからのミュージックビデオたくさん作りましたんで、概要欄にそのリスト貼っておきます。ぜひ時間のある時ご覧ください。好きなこと、趣味、まあ趣味というか、まあ旅が大好きですね。キャンピングカーで日本ツアーをここ数年やっておりますけれども、旅が大好き。数年前には、当時まあ子供はその時2人だったんですけれども、2人の娘と妻と世界一周の旅にも出かけております。これもいい経験になりましたね。もうアメリカ大陸最後、通過して帰ってきたんですけれども、それはキャンピングカーを現地で調達してメキシコまで行くみたいな旅のスタイルでした。この話もいつかしたいなというふうに思っております。サッカーが好きですね。サッカーも本当に好きで、今週休2日ぐらいですか、忙しくなかったり怪我なんかしてなければ大体週2回1年間100試合近くをやるんですけれども、同じようにサッカーを愛するミュージシャン、ミスターチルドレンの桜井和寿とウカスカ G というユニットを組んでおります。そしてそのウカスカ G が所属するのがミーファ、はい、今日このミーファの看板の前、ボードの前で、僕今喋っておりますけれども、ミュージック、インタラクト、フットボール、フォーオール、音楽とサッカーで、皆さんと融合する一つになる、ハッピーを創造していく、そんな団体となっております。このミーファの活動は、音楽イベントを開催してみたり、またフットボール場を今は、豊洲、仙台、そして先日立川にもできまして、3つの仲間が僕らと一緒に活動している、そのようになっております。ミーファ関連の URL 貼っておきますので、概要欄ぜひそちらもご覧ください。
東日本大震災を機に何かその貢献できることはないのか、明かりトライブを立ち上げました。音楽とキャンドルの明かりで日本を元気にするというものなんですけれども、来場した皆様からキャンドルホルダーにたくさんのメッセージを書いていただき、それを僕がガサッと集めて被災地に届ける、そんな活動となっております。様々なアーティストとコラボレーションしながら日本を元気にしたい、そんな思いで明かりトライブ現在も続けております。もしかしてなくてもいいけど、でもあるからいいんだよね、あったらいいよねという、そんなラップミュージック、きっと僕はあると思っております。それを制作するために日々努力、精進、これから始まる未来、どんな世界が待っているんだろう、新しいラップをどんどん作って、皆様とまた会場で音楽で一つになりたい、そんな風に常に思っております。このチャンネルでは音楽、旅、そしてフットボールについて様々な角度で僕が一生懸命話していこうと思っております。ご覧いただきありがとうございました。ガク MC でした。